ミニマルワードローブチャンネルの星野です。今日もですねロケなんですけど、どこにいるかというと、実はですね赤坂の6丁目です。閑静なこれ住宅街なんですけど、こちらに実はなんか注目のお店があるということで、どの辺だろう、あこっちかな、見えてきました、そこですね。ということで着きました、サウナタイガーです。すごいですねこのロゴ、しかもこんな閑静な住宅街の中にひっそりと佇むサウナのお店です。サウナ&コーポレーションと書いてありますね。 We love サウナ、サウナ好きの方にはもう欠かせないお店ということなので、ぜひですね行ってみたいと思います。いらっしゃいませ。あ、こちらこそ。すごい場所にありますね。そうです。もう歩いてきて、はい、赤坂の6丁目の氷川神社のちょうど裏で、はいはい、そうですね。でもこんな高級住宅街にいきなりブーンとかって、はい、こんな、なんでこんなところにサウナ作っちゃったんですか。一つはこの赤坂という地で、はい、まあ、この通りに面してるんですけど、中にちょっと入ったところで隠れ家的なサウナをちょっと作りたかったっていうところ、はい。でもサウナも普通だと、はい、まあ、大型店舗でバーンとあったりとか、はいはいはい、スーパー銭湯とか、はいはいはい、そういうイメージが僕にはあるんですけど、はいはい、なんか全然サウナっていう感じしないんですよ。そうですね、まあ、ちょっとラグジュアリーな空間ですとか、はい、そういったところはあの店舗としてコンセプトを入れてまして、はい、完全個室になってますので、まあ、例えばお忍びの方ですとか、はい、まあ、プライベートの空間邪魔されないで、はい、サウナを堪能していただきたい方、それはありがたいですね。そうですね、僕サウナ大好きなんですよ、ま、あ本当ですか。サウナなんですけれど、はいはい、やっぱりでも人の目とかやっぱ気になったりするんですよね。そうですよね、なかなかそれですとやっぱりこう、はい、著名人の方とかだと、はい、ちょっと声かけられたりとかで、ちょっとやっぱりなかなか整いづらかったりとか。家にサウナある人だったらね、そうですね、お金持ちの方だったら別ですけど、うん、ま、やっぱりでも大きい空間でサウナ入りたいという方もいらっしゃいますもんね。そうですね。じゃあそういう芸能人とか、はいはい、セレブリティとか、そうですね、それからお忍びで来られるカップルでも大丈夫なんですか。あ、もちろんです。あの混浴も可能という形の空間になってます。ちなみになんでサウナタイガーなんですか。ですね、由来としてはですね、はい、まあ、虎っていうのがやっぱ何ですかね、まあ、孤独な、うん、まあ、孤高の生き物っていうことで、はいはい、群れない生き物なんですね、はい、なんで例えばビジネスシーンを生きる経営者の方ですとか、はい、例えばアスリートの方、はい、まあ、どうしてもやっぱりこう一人で頑張ってる、頑張ってる、うん、まあ、そういったプライベートの空間を大事にしていただきたいというところで、はい、まあ、サウナタイガーという由来に今回させていただきました、はい、なるほど。そういう一人で頑張ってる人を応援すると。そうですね。じゃあビジネスマンの方とももちろん。あ、もちろんです。あ、じゃあスーツで着てこのままいいんですか。あ、もちろんです、もちろんです。このまま入れる感じですか。もちろんです。こちらですね、今回のガウンをご用意してますので、これを持って、はい、ちなみにどこですかサウナは。サウナはですね2階、3階、4階とサウナルームがございますので、それぞれ完全個室のお部屋となっておりますので。わ、はい、かりました。じゃあ早速、はい、っていうか僕お会いしてますよね、はい、あ、でもそうなんです。ですよね。そうなんです、実は川内さんですよね。川内です。いや話してるなと思ったんですよそうですよね。え、こちらには今こちらで PR の方を担当させていただいてまして、はい、ちょっといろんな店舗の PR の方を私担当させていただいてますので。そうなんですね、はい、なるほど。ぜひ今回もすみません、よろしくお願いいたします。こちらこそ。じゃあ早速、はい、上に、はい、行ってみましょう、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあこれに着替えて、はい、行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。早速着替えて、これからじゃあサウナに、ありがとうございます、突入したいと思うんですが、なんか空間がめちゃくちゃ綺麗ですね。そうですね、まあ、1階の受付、はい、ちょっと結構ラグジュアリーな感じだったと思うんですけど、まあ、結構明るさもあって、はい、で窓もあってっていうところで、非常に清潔感のある部屋を意識させていただきます。なるほど、はい、ここが洗面台で。そうですね、洗面台で。なんかすごい置いてあるものも、あ、そうです、アメニティなんかもね、アメニティもすごい綺麗ですよね、はい、はい、こだわらせていただいてます。シェービングフォーム、イタリアのですよ、これあ、そうです。すごい、プロダスト、まあ、ちょっと本当にこだわりがあるものを。歯ブラシ、それ、はい、あれ、この辺はそれがアベダの、はい、一応シャンプー、コンディショナー、ボディーソープなんかも全てアベダで。乳液、それから、はい、それ化粧水ですね。化粧水、はい、アベダですね。全てアベダで統一をさせていただいてます。しかもダイソン。そうです、一応すごい、ドライヤーまで、はい、ダイソン、綺麗な、はい、あ、こっちが、はい、こちらが、はい、まだ水風呂はですね、はい、ご用意できてないんですけども。あ、そっか、今オープン前なんですね。そうなんですよ、オープン前にちょっとお邪魔してこれから水風呂の方をご用意させていただいて、でシャワーもあって、はい、でここでもう出てきてもうくつろぐみたいな。そうですね、こんな感じですか。そうです、まさに最高ですね、ここ、はい、
これ2人入れるんですか？はい、ここ、最大で2人、2名までのお部屋で。もう最高ですね、これ。早速、ちょっといいですか、ぜひ突入して、ちょっと入りたいと思います。すごいなぁ。うわ気持ちいい。こんな感じに入れるということですね。ちゃんと、これ15分計なのかな？そうですね、砂時計の15分計。ちゃんと。これ大事なんですよ、このメモリーが。うわ、ここに何度かも出てますね、ちゃんとね。なるほどね、これも最高ですね。最高ですよ。ありがとうございます。で、出てきてここでくつろぐと。そうですね、ここで整っていただいて。めちゃめちゃいいじゃないですか、これ。そうなんですよね。最高だ。なかなか今、個室サウナって結構増えてはいるんですけど。あ、そういう時あるんですね、はい、やっぱりね。結構お忍びでっていうところも多々あるのはあるんですけど、はい、今増えているんですけど、窓がなかったりとか、うん、こう開放感がないっていうサウナが結構多い中で、うちはこう窓付きで、うん、はい、整う時にやっぱ開放感みたいなところがあった方が、うん、なるほど、やっぱり、はい、気持ちいいかなというところで。お忍びサウナですね。そうですね。すごい、お忍びサウナだ。いいネーミングですね、これね。ありがとうございます。なるほど。ちなみに、ここはこの部屋でいくらぐらい？そうですね、ここが最大2名の部屋で、ビジター料金で1万9000円税込み、はい、なんで、まあ、2人で聞いただけ、まあ、大体1万1人きりぐらい。1人1万円ぐらいで。はい、なるほど、はい、で最大がここ100分ご利用いただける形ですね、1回。あ、じゃあ何回も何回も入れるんですね。そうです、そうです。なんで大体まあ3セットぐらいは基本的には問題なく、はい、はい、やっていただけるかなと思います。なるほど、15分計やりましたもんね。15分計あるので、入って水風呂入って休憩して、入って水風呂入って休憩して。そうです。なるほど。というか、お部屋はここだけですか？お部屋はですね、一応3段階、はい、まあ、グレードがありまして、はい、一応ここが、一番ミニマムの部屋というと、はい、が1万9000円で100分、はいはい、そして続いて、はい、最大4名までの部屋があります。ほが、3万9000円税込み。あ、じゃあやっぱり4人だと3万9000円、1人1万円ぐらい。そうですね。なるほど、はい、で一番上の4階の部屋、はい、ペントハウスがあるんですけども。来ましたね、いい、はい、ペントハウスっていうことが僕大好きなんです、はい、最高ですね。でペントハウスの方が5万9000円税込み。ペントハウス5万9000円、はい、こちらも最大4名まで。4名、はい、でペントハウスの方には、はい、サウナ以外のちょっとスペシャルなものもありますので。またそんなところあるんですか？はい、もうお忍びで隠れたところ、本当にいろんなのあるんですね。じゃあぜひちょっといいですか？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか4階エレベーターで上がってきたらめちゃくちゃいい香りするな。そうなんです。ヒノキ風呂。4階総ヒノキ風呂で。はい。それはペントハウスですね。そうなんです。4階はサウナ入って、はい、ここでみんなで。そうなんですよ、ね。入るっていうのはなんかすごい大人な空間ですね。まあ、こちらはですね、はい、まあ、サウナ前に、はい、お湯浸かりたい方っていうのもいらっしゃると思いますので。ちょっと体温めて。はい。なんで水風呂は水風呂でもご用意できますし、うん、こっちの、まあ、広いヒノキ風呂になるので、こちらの方でも水風呂を堪能したいって方は、水風呂でも、どちらでも対応ができるような形になっています。いい香りだな、これ。そうなんです。最高ですね。で、肝心のサウナはどこにあるんですか？サウナですね、こちらの中に入ってます。なんと、うわ、全然また違いますね、雰囲気が。すごいなぁ。あ、この辺もちゃんとシャワールーム。そうです、シャワールームも。かなり、ね、綺麗な。そうなんです。ホテルですね。そうです、ホテルにかなりここは近いかなと思います。ね、すごい。で、こっちに水風呂ができて。そうです、水風呂が。最高で、こっちがサウナと。そうです。あ、広い。そうです、こちらはかなり広い。入れますね、いろいろね。最大4名までの。それもうちょっと奥に入っちゃおうかな。かなり広いですね。そうですね、最大4名までの。で1人、2人、3人、4人。そうです、最大4名までの4人で1人サウナ。しかも赤坂で。そうです、ここですね、これで。こっちにはモニターもあるので、テレビとかも見れるんですかね。そうですね、モニターご用意しますので。いやこれ永遠に入れるな。そしてそこには、あ、そっか、ロウリュとかもできるんですかね。あ、もちろんです。セルフで、はい、あのうちの方でアロマオイルをご用意させていただきまして、おローズマリーと、はい、今あのヒバの香り、あとはほうじ茶、はい、香りも楽しめるんですね。そうです、楽しんでいただける。いや最高だわ、はい、これも一応ですね、ここ4階のペントハウスなんですけど、はい、ちょっとスペシャルな場所がありまして、はい、ぜひぜひちょっとこちらに来ていただき。あ、わかりました、はいはい、外気浴の方を堪能していただければと思います。ぜひぜひ。ウッドデッキ最高ですね。めちゃくちゃいいじゃないですか。サウナ入って。そうです、水風呂入って、はい、そしてここでのんびりですよ。もう、うわ、かなりこう優雅な。確かに西日を浴びながら。そうですよね、めちゃめちゃいいじゃないですか。ここ全然ここだけ本当違った空間といいますか。確かに赤坂じゃないですね。そうなんですよね。気持ちいいわ。4階4階です。
ペンタウス4人で、はい、最大4人なので、まあ、かなりこう広いので、はい、まあ、お子様連れの方ですとかも、うん、こうゆっくりしていただけるような空間かなと思います。なるほどね。ご家族で、ご家族でもお忍びサウナありだと思います。最高です、はい。そしてこれまだあるんでしたっけ。実はですね、はい、もう一つ上の階がありまして、うん、まあ、ちょっと秘密の部屋になってるんですけど、早く言ってくださいそれ。ちょっと秘密の部屋ちょっと行きましょうよ。じゃあよろしくお願いします。何まだあるんですか。すごいな。秘密の部屋ですか、こちらが。こちらになります。まさか、もしかして。そうなんです。すごい、日焼け好きの僕にはたまらないやつがありますそうです。永遠に入れるやつじゃないですかこれ。そうなんです。日焼けマシーン、ガシガシ焼いてもらって、こちらでこれ僕入ってるやつです。あ、本当ですか。はい、もうこの中でもいつも音楽聴きながら焼いてますよ。ありがとうございます。日焼けマシンもあるんですか。そうです。こちらも、まあ、料金の中にセットで含まれておりまして、はい、まあ、ペントハウスの料金と、まあ、こちら。ペントハウスいくらでしたっけ。ペントハウスがですね、最大4名で5万9000円税込み、はい。4名で5万9000円ってことは、1人当たりで、まあ、大体1万5000円ぐらい。そうですね。はい。はい、そのぐらいですかね。最高ですね。そうですね。日焼けもできて、サウナも入れて、そしてですよ、この空間。そうです。もうこの気持ちいい空間で赤坂の絶景を見渡しながら。そうですね、いろいろ見えますね。はい、なので先ほどの例えばお子様連れの方とかは、まあ、下でお子さんのこう見ながらしっかりこちらでくつろいでいただいたりとかっていうところもできますし、うん、いいですね、はい、なるほど。これはたまんない。絶対来ます。ありがとうございます。はい、お待ちしてます、はい。そしてなんかやっぱりコロナ対策だからですか、こういう。そうです、これ空気清浄機なんですけども、はい、エアドックをうちは完備させていただいてまして。大事ですよね、全室こういうことも、ね、はい、空気清浄機の方は完備させていただいてます。アメニティもしっかりしてるし、はい、空気清浄機もあるし、安心して皆さんサウナに来れるということで。そうですね、わかりました。じゃあいよいよ、はいはい、これですか。そうですね、ちょっと1階のラウンジを、はい、堪能していただければと思います。はい、じゃあそこちょっと、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。でも最高ですね。ありがとうございます。めちゃくちゃ気に入りました。本当ですか。本当普通に。ありがとうございます。っていうか、なんですかこのラウンジも。ここが1階のですね、はい、ラウンジスペースになります、はいはい、すごいラグジュアリーな、いきなり。そうそうそう、全然サウナじゃないですよね。そうです。ここもまたちょっと違うラグジュアリーな空間。なんかホテルの、はい、なんかレストランに来ちゃったみたいな。そうですね、ちょっとそういったところもちょっとラグジュアリーな感じを意識させていただきまして。なるほど、はい、ここではですね、はい、サウナルーム、はい、1回100分というところがあったと思うんですけど、それとは別で、はい、ここに関しては特に時間の制限なんか設けてません、はい、基本的にここで飲食をしていただいたりとか、はい、まあ、あとお連れ様とこう軽く談笑していただいたりとか、うん、そういったスペースになります。じゃあ打ち合わせもできちゃうじゃないですか。あ、もちろんです。例えば、まあ、接待とかで、はい、まあ、今日はちょっと汗流しに行きましょうか、うん、だったりとか、かっこいい。で軽くサウナでこうスポーツじゃなくてってことですね。そうですね、それが意外でいいですね。そうです。ゴルフ接待とかね、はいはいはい、あるじゃないですか、はい、じゃなくて今日はサウナ接待。そうですね、っていうちょっと新しい接待の形ですとか、そういったものもここでは。そしてここではじゃあもうサウナ出てきて、はい、水風呂も入って整った状態で、はいはい、ビールバーンとかですか。いきます、もちろんです。アルコールもございますし、はい、まあ、ソフトドリンク、うん、あとはですね、まあ、軽飲食含めて、はい、あとまあ飲食、まあ、パスタをはじめ、うん、まあ、パスタ、パスタなんかもあります。まさか、はい、ちょっとぜひ、はい、そちらはですね、はい、橋場さんの方に、はい、食べていただきたくて。あ、マジですか、はい、食レポ、はい、マジですか。ご用意させていただいてますので。何が出てくるんですか。こだわりのカルボナーラを今日は、はい、カルボナーラ、はい、めっちゃ好きですよ。本当ですか、はい、ちょっとぜひぜひ。イタリア人並みに好きですか。ちょっとそちらの超えた下の方のちょっとですね、はいはいはい、ぜひよろしくお願いします。お待たせしました。まさかのカルボナーラ、はい、しかもめっちゃうまそうじゃないですかこれ。こちらになります。これちょっと一応インスタに写真撮っておきます。ぜひぜひぜひ。いやまさかサウナ来て、はい、カルボナーラ食べれると思わなかったですよ。ですか。それ何ですか。これちらもちょっとプラスで、はい、当店オリジナルのですね、スペシャリティコーヒーになります。コーヒーも、はい、コーヒーです。すごい。早速じゃあいただいていいですか、はい、こちら完全無農薬のですね、はい、パプアニューギニア産の豆を引いてました。パプアですよね。パプアニューギニアです。パプアニューギニアですね、はいはい、完全無農薬。おいしい。これ苦味がめちゃうまい。これそうなんですよ、かなりこう飲みやすいコーヒーというところで、これも永遠に飲めるやつです、ね、あ、そうなんですよ。早速ちょっとパスタも、はい、まさかね、ミニマルワードローブチャンネルで、はい、カルボナーラのね、なんか食べると思わなかったんですよ。そうですね、
いただきます。なかなかないですよね、はい、うーん、うーん、どうですか。いや、ちょっと待てよ、なんかプロレベル、あ、プロ、え、むっちゃうまくないですか。本当ですか。なんだこれ。実は、うん、このパスタなんですけど、はあ、まあ、当店あのサウナタイガー系列のですね、はい、まあ、代々木とか椎名町にある、はい、白系スパゲッティっていうところのカルボナーラとか、はい、白系、はい、あのチンクエフロマージュっていうところの専門店から、うん、4つのチーズのやつ、そうです、こちらの方に取り寄せてまして、そちらのパスタを、これ美味しい、これ、まあ、こちらのラウンジではルーム代込みで堪能いただけるようなものになってます、うん、もう塩気もいいし、はい、このパンチェッタのこのハムも美味しいし、お肉もうちゃんとしてますね。ありがとうございます。これはサウナ入ってこれ、はい、気絶します、これ。ありがとうございます。めちゃめちゃうまいわこれ、うん、どう、これは含まれてんでしたっけ、値段に。ですね、サウナルームの、料金に入ってます。なので先ほどの例えばペントハウスですとか、うん、まあ最大2名の部屋があったと思うんですけど、はいはい、まあ、そちらのルーム代込みでこのラウンジスペースはご利用いただけますので。え、アルコールも飲んでいいんですか。アルコールも OK です。はい、各最高じゃないですかここ絶対行きます。ありがとうございます。いや参った、めちゃめちゃうまいわこれ、すごい、本当すごいですここ。うわ、ちなみにオープンはいつからでしたっけ。オープンがですね、8月30日、8月30日、はい、はい、予定しておりますので。で、時間帯は何時から何時まで。営業時間は午前8時から、はい、8時、はい、朝サウナ、まあ、出勤前に、そうですね、バーンとここで汗かいて、はい、で朝じゃあミーティングして、はい、でそれからまたミーティングするってこともできますもんね。可能です。最高じゃないですか。8時から8時から、最終入店が1時なんですけど、営業時間としては3時まで。お昼の、あ、午前3時ですね、夜の3時までえやってます。すごいですね、はい、確かに飲み終わって、はい、六本木とかで、はいはい、ちょ汗出すって、はいはい、飲んだものを全部出してから寝るっていう人にとっては、ね、深夜の1時に来てバンと入って、はい、帰ると。そうですね。ちなみにずっと聞きたかったんですけど、はい、そのサウナタイガーのこれ、はい、これが売ってるんですか。あ、こちら館内着。あ、これ、ですね、一応アパレルをサウナタイガーで展開させていただいてまして。やってるんですか。そうなんですよ。まさかの。そうなんですよ。え、ショートパンツも。これも、はい、上下で。めちゃくちゃいいじゃないですか、これ。なんですけど、まあ、コンセプトはですね、はい、ワンマイルウェアっていうところで、まあ、サウナの行き帰りですとか、はい、まあ、その後ラフにお食事楽しんでいただいたりとか、はい、こうラフにこう楽しんでいただけるような服っていうところを展開させていただいてます。めちゃめちゃいい。ちょっと触っていいですか、はい、あ、ぜひ。これ何の素材ですか、これ。これ、ポリエステルなんですか、カジナイロン。え、なんですか、カジナイロン、はい、カジナイロン、まさかの K3B と一緒ですか、これ。あ、そうです、これ僕着てるやつですよ、これ。そうですよね。最高ですね。はい、K3B さんと同じ生地で。 ありがとうございますありがとうございますって変なんですけどそうなんですよ、ね、まさか、はい、じゃあこれも買えます、セットで、はい、どこで買えるんですか。一応 EC の、はい、販売もしてますし、ええ、あとはこ実際のサウナタイガーの店舗で、はい、1階の方で販売はしてます売ってるんですか。売ってます。じゃあ変な話、はい、スーツバンって着て、はい、もう今日もそうでしたけど、はいはい、でこれ着てサウナ入って、はい、出てきて、はい、いやもうスーツ着て帰るの嫌だなと思ったらこれ着て帰れるってことですか。そうです。マジか、すごい。サウナタイガーはもうパスタもうまいし、はい、コーヒーも美味しいし、はい、このセットアップも変えれるし、はい、来ます絶対。ありがとうございます。もう今日もすみません、堪能させていただきました。ありがとうございます。ということで赤坂6丁目最高のロケ地のところにひっそりとあるこのお忍びサウナ、ぜひですね皆さん朝の8時から深夜3時まで、一応入店が1時までですね、ということなんで皆さんぜひですねご利用いただければと思います。よろしくお願いします。ということで僕はまだこのパスタ残ってるんで、気絶するまで食べてちょっとゆっくりしていきたいと思いますので、皆さんまたお会いしましょう。ということで今日はありがとうございました。よろしくお願いします、はい、この後ちょっとゆっくりしていきます。はい、お願いいたします。今日は自腹買い結構爆買いしてて、実は自腹買い1-2で前編後編でいこうかなと思って、これフィクサーの T シャツなんですけど、こっちポケティの方でマインデニムと新藤さんがやってるイカイカ、はい、久しぶりにねリースク買いました。これに合わせてレッドイングのブーツを履いてもちょっといいかなと思って、マックジョージっていうのがあって、はい、ウールカシミアなんだけど、めちゃくちゃ着心地がいいショールカラーのニットを、あと S、 やっぱいいですよね S。 これもまだ見てないんじゃないかな、これコラボで作ってるんだけど、これはねどこにもまだ出してない、セリーヌ。セリーヌ、まさかの